皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はデモンエキスマキナの秘密紹介をしていきたいと思います。アーマードコアシリーズを手掛けた健一郎さんと川森誠二さんによる完全新作のメカアクションゲームです。月の半分が地上に落下した目覚めの日を境に、新しいエネルギーを求めて戦争が揮発します。その世界で傭兵団に所属する記憶喪失の主人公の運命やいかに。多彩なカスタマイズや緊迫感のある戦闘に注目です。倒した敵の武器を拾ってその場で装備することもできます。機体のカスタマイズも本作の特徴で、理想の機体を目指してバトルができます。まあ、やはりカスタマイズのいいところは、長所を伸ばすのも短所を伸ばす補うのも、はたまた短所を弱体化させるっていうのも面白いですね。まああとはそうですね、まあ、月の半分が地上に落下っていうのはやっぱりあれ思い出しますね。やっぱ月の落下といえば、まあムジュラの仮面ですよね。ゼルダの伝説ムジュラの仮面、時のオカリナのリンクと同一人物ですからね。まあ、時のオカリナの続編というのも、やはり時のオカリナが人気があるのはそこだと思うんですよね。まあやはり続編があるやつって結構人気があったりするんですよね。まあ他にも続編があるやつってあったりするんですよね。確か何でしたっけ、風のタクトとなんかがなんかつながっていましたね。なんかのゲームがの続編でしたね。まあちょっと名前忘れたんですけどね。まあなんかゼルダの伝説のトークになってしまいましたが、今回はこの辺でデモンエクスマキナの秘密紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。